コーズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう目の前にありますね、呪術廻戦ゼロディフォルメシールウェハース、はい、こちらをね今回は開封していきたいと思います。今日ね劇場版を見てきました、初めて。はい、随分遅かったんですけれどもね、いやー面白かったね。いや迫力もあってね、すごい見応えありましたね。いやあれを見た後だとね、もうほんとね、渋谷事変とかね、そちらの方のアニメをね、第3期ですかね、早くやってほしいですね。はい、ということで今回はこれはね、ワンボックス20個入り、はい、でシール1枚入りで全22種プラス特急レアが4種ということで合計26種ですね。はい、では早速こちら開封しましょう。はい、パッケージはこの2種類ですね。はい、この2種類で、裏にはリストがありますね。はい、とりあえずリストを見ずにね開封していきたいと思います。はい、では早速1枚目いきます。せーの、パンダ。1枚目はパンダ。あれ、これでもキラーだな。はい、 SR でしたね。 SR のパンダ、劇場版のパンダですね。はい、キラキラしてる。はい、では2枚目、せーの、トゲ。犬巻トゲ、トゲはレアか、あ違う、ノーマルでしたね。ノーマル犬巻トゲ。はい、では3枚目、せーの、あ、乙骨と善意巻。はい、あ、こちらはレアですね。レア、はい、では4枚目、せーの、あ、これは須田真奈美。須田真奈美、はい、ノーマル。はい、では5枚目、せーの、あ、これは全員集合、呪術廻戦ゼロレア。はい、いいですねデザイン。はい、6枚目、せーの、あ、パンダ、ノーマルのパンダ。はい、ノーマルパンダ。7枚目、せーの、お、これはゲトウ、これはゲトウの、あ、SR か、ムカデのような呪霊、ムカデのような呪霊、名前がゲトウスグル。はい、8枚目、せーの、あ、乙骨、ちっちゃい頃の乙骨、ノーマル。はい、はい、9枚目、せーの、あー、パンダここに来てダブった、早いダブリア。はい、10枚目、せーの、あ、乙骨。レアの乙骨、いいね。はい、11枚目、せーの、きた、バイクうるせえけど来た来
せ、乙骨&リカ、特急レア聞きましたね。24番特急レアの乙骨はすっげーかっけえ。うーわめっちゃキラキラしてる。豪華な仕様ですね。いやワンボックス目で来たよ特急レア。純愛だよって書いてる、うん、これは劇場内で言うセリフですね。いやこれいい、劇場を見た後だからなおさらいいこのシーン、うん、はい12枚目、せーの、お乙骨と犬巻。はい、レア、はい13枚目、せーの、あリカちゃん、リカちゃん単体、織本リカノーマル。はい14枚目、せーの、おキラキラしている、スーパーレアですね。全員巻き。スーパーレア SR ジュグ。劇場版のね全員巻きがなんか可愛いですよね。キャラ的になんか湯沸かない方がいいよね。ほどいている髪の方が好きですね全員巻き。はい15枚目、せーの、下等ですね。めっちゃ悪だくみしてそうな下等。ノーマル。はい。はい、16枚目。せーの。お、パンダと骨。パンダと骨。レア。パンダが丸ってしてるところですね、はい、17枚目、せーの、あ全員巻きですね。はいノーマルの全員巻き。はいはい18枚目、せーの、お逃げる逃げる逃げるはノーマル。はい19枚目、せーの、あーダブった乙骨。はいラスト20枚目、せーの、お五条先生と乙骨。ここに来て五条先生初めて出ましたね。レア、はいということでね、まあ、ダブリーを2枚含めた、はい、こちらですね。一応順番通りに並べましたが、やはり足りないものがね数枚あります。はいまあもちろんねワンボックスで揃わないのは確定しているんで、じゃじゃん、はい、もうワンボックス買ってあります。ということでね第2回戦いきたいと思います。はいでは早速第2回戦1枚目、せーの、いいじゃん切った。いきなり1枚目から五条先生のスーパーレア来たね。スーパーレア持ってない。はい、はい、では2枚目、せーの、あー持ってるねゲート。はいでは3枚目いきます、せーの、あ
持っている。はい、4枚目せーの、持っている。5枚目せーの、あ、持っていない。五条先生ノーマル、ノーマルの五条先生。はい、いきます、せーの、持っている。はい、せーの、あ、持ってない。あ、乙骨のスーパーレア持ってないね。メガホン持ってる、乙骨。このイラストもかっこいいな。はい、スーパーレア、呪言、メガホンを通じて呪言を発するっていうね。はい、はい、8枚目せーの、パンダ。はい、9枚目せーの、パンダ。10枚目せーの、アリヌマーキ。はい、11枚目せーの、ゼイマーキ。12枚目せーの、バンダ。13枚目せーの、アーゲート。14枚目せーの、アゼインマーキ。15枚目せーの、アリカちゃん。16枚目せーの、あ、持ってる。17枚目せーの、あー、ダブった、ダブっちゃいましたね。特急レア、特急レアダブっちゃったぜ。はい、18枚目せーの、あ、持ってる。19枚目せーの、あ、持ってる、出た。はい、早くも20枚目ラスト、せーの、持ってる。はい、ということでね、今回の2ボックス目出てないのはこの3枚だけでしたね。はい、残り17枚全部ダブリ。いや、やっぱこれはコンプリート難しいな。で、出た特急レアは乙骨。はい、乙骨とリカちゃんダブりましたね。はい、ということでね、これじゃ終われない、ドン、3箱目はい、こういうこともあろうかとね、3箱買ってあります。というか3箱までです。はい、ということでラストボックス、はい、こちら開封していきましょう。では早速1枚目からね、はい、いきますよ、せーの、あ、持ってるよね。はい、持ってない。やっとここに来てやっと持ってないのが出た。はい、美奈子と奈々子、ノーマルですね。はい、あ、みんな持ってないの出ましたね。犬巻トゲ、スーパーレアの犬巻トゲ。いやー、イラストいいね。呪言、スーパーレア。はい、あ、これは持ってない。五条先生持ってないやつ出た。あー、特急レアだこれ、五条先生の。やった、持ってない特急レア出た。五条悟って書いてある、かっこいい。よかった、はい、ついに3箱目もラスト、60個目、いきます、せーの、うわー、持っている。はい、
ということでね、サンボックス全部開けまして、揃ったのがね26種中24種、はい、特急レアが2つないといった状況ですね。はいはい。でリストをね見ると出ていないのが23番の乙骨雄太と26番のゲトウスルル。はい、23番の乙骨はこれですね。この絵柄のやつ出てないですね。そういえばね、めっちゃかっこいいんだけどな。はい、で出ていない特急レアのゲトウがこの絵柄のやつですね。はい、玉物前と一緒に出ているゲトウ、こちらが出ていない。はい、こちらの乙骨とこちらのゲトウ、この2枚の特急レアが出なかった。いや特急レア4枚ってハードル高いぜこれ。いや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 、入っちゃうね。はい、ということでね、まあ残りの2つはまあなんとか単品で買うしかないな。はい、ということでね、今回は3箱60枚開けたらコンプリートできず、はい、まあいつものように鬼畜仕様ですね、このシリーズは。本当にいや骨が折れる。はい、ということでね、皆さんも買いましたでしょうかね。デザイン的にはね本当すごくいいし、集めがいがあるシリーズなんでね、ぜひコンビニとかにも売ってますんでお買い求めいただけたらと思います。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。